画好きのカンチャンネル、いやーカンチャンネル2021大反省会今年もカンチャンネルご覧いただきまして本当にありがとうございました。皆さん本当にこんな大人の悪ふざけに付き合っていただきまして、皆さんどうでしたでしょうかね今年、あれが面白かったなとかあれつまんなかったなとかいろいろ意見はあると思いますんで、ちょっと今年僕も振り返ってですね反省したいと思います。まずはいいことからで言うと、うん、いいことから言うと何ですか。今年一番数字を取った動画は何ですか。何だと思いますか。今年でしょ。だから多分吉川さんとか大友さんの5つのトラックじゃないんですよ。ないんですよ。分かった。夢グループじゃないですか。違う。違います。今年一番取ったのは、はい、うん、大友さんの5つのトラック。やっぱり1月にやってるんです。あれ、あ、そうなんだ。今年なんだ。あれ今年なんです。あ、ほんと。じゃああれもう50、今年だけで50万以上、55万いってますね。55万。やっぱりあれいいですね。あんまりみんなフルで聞いたことないもんね。逆に一番撮らなかった作品は分かりますか。撮らなかった作品は俺は結構まあまあ再生回数とかチェックしてる方なんですよ。ほう。で僕の中では全然これ伸びてないなっていうのがうっせーわのスーパーストロングマシンバージョンじゃないですか。あ、全然1万も全然いってないもんね。そうですね。最近の一番伸び悩んでるのはあれかもしれないですね。そうですよね、はい、うん、じゃ年間で言うとまた違うわけですね。 年間で言うと違うんですか。何ですか、はい、これはですね、プレゼントグッズを渡した時の回っていうのはもちろんプレゼント終わってしまったらもう見ないので、はい、なるほどね、これはちょっと今回、まあ、省いてそれは排除しましょう。これは排除しましょう、はいはい、排除した中で一番今年見なかった動画は何ですか。YouTuber モノマネ、パパラピーズのモノマネに挑戦。やりましたね、そういえばね。そう、再生回数何回ですか。これですね、発表してからもうすでに、10ヶ月近いのですが、これ結構前にやった、はい、3497。少ない。いや、3400なんて、はい、長州さんの力チャンネルのパロディやったら1日で行きますよ。いや1日もいらないですね、5時間ぐらい3時間もあれば行く超えられますね。そんな人たちでも再生しようと思ってないってこと、はい、思ってないです。新しいのもっとやっていかないとダメかもしれないですね。そうですね。今年は結構コラボやったじゃないですか。はい、ね、コラボはもう本当に数字が全て良好ということで、ね、だからあの原口くんとやったあのコンプレックスとか、はい、伸びがすごかったもんね。まもなく20万いくんじゃないかと。あ、本当、はい、最近やったばっかりなの、ね。まあ、唯一コラボであんまり数字が伸び悩んでるっていうのは、うん、まあこれはもうコラボした相手の本人も自分の、うん、チャンネルの方で言ってますけども、うん、古舘一郎さんです。古舘さん伸びてないの。古舘さんはまあコラボしてる方では一番伸びがないですね、うん、でそれは古舘さんもチャンネルの方で、うん、ハンナ好きとやってるの全然伸びないよってずっと言ってますね。俺がなんか責任なんか俺持っちゃうよねこれはって言ってますね。古舘さんか。あと意外に、はい、これも大反省しなきゃいけないな。これはもう制作スタッフも含めて大反省だなと思うのが、ああ一番時間がかかったモノマネピクトグラムが伸びないという、うん、あれさあれ一回さ作ったじゃん流れを、はい、で練習したじゃん、はい、練習して稽古場に来てそれだけを取りに来たのに取れなかったもんね、はい、1回ではもう結局1回では無理だっつって、もうトータル準備期間も含めると1ヶ月以上この動画を作るのにかかってるんです、うん、かかっててさあ、配信しました。今いくつ。今ですね、7500です、うん、少ねえなあ、あんだけやって。今神奈月チャンネルにある動画の中で一番時間かけたものですけど、うん、そうですよね、はい、だから時間かけて
やればいいっていうことでもないんだろうね、多分ね。いやだから来年は、僕はだから今年は結構、まあ、自分の好きなモノマネさんとか芸人さんとコラボしたじゃないですか。ただ来年はね、こうちょっと別ジャンルの人とコラボしていきたいですね、別ジャンル、別ジャンル、このお笑いとかモノマネじゃない、プロレスでもないんですか。プロレスでもない。お、どこに。こう政治家とかね政治家がこれに出ると思いますまずは長谷さんから、長谷さんをゲストで呼んで。本人登場はあるんですかね。いやどうなんですかね。だから本人登場そろそろいいんじゃない。本人なんか母さんのレパートリーの中で一、まあ、武藤さんはちょっと抜きにして、誰が一番近いく、ね、こう出てくる可能性がありますか。誰だろうね。意外にあるのは、吉川さん。本当ですか。あるんじゃないかな。だってこれクセスゴでどんだけやってると思ってんの。いや、あれで怒りがだんだん増してる可能性もありますよ。もしかしたら東儀さんは来てくれるかもしれない東儀さん OK かもしれないけど。いいですね、国宝級の、まあ、国宝級の大友さんはどうなんですか。大友さんはまあありですよね。クロフェスで許可ももらってますし、どんどんやってくれっていう可能性ありますか。ありますね。あと2人で何、いすゞのトラックを見たこと、いいですね、いいんじゃないですか。運転席と助手席に座って撮りたいですね。であとね、大友さんね、結構モノマネ好きだから、もしかしたら俺のモノマネやってくれるかもしれない。あれやりましょうよ、ザコシショウさんとやった時みたいに、ああプロデュースで2億歌わせるっていう何々の時の大友康平みたいなあとですね、今年中もしくは来年頭にはもう可能性的に来るなと思っているのが、このチャンネルの登録者が10万人達成しそうなんです、はい、ということは、約束がありますね。いやあの方に、そこに今 見られているこの方です、ね、この方に形変えられに行きますか、一応、この概要欄にも書いてあるんですが、チャンネルの概要欄に書いてあるんですが、10万人達成した場合は力チャンネルに殴り込みに行くと、このさ、殴り込みっていうのやめないもう本当にシャレにならないから、最近丸くなったとはいえ、はい、一応当時は、そう言っておっしゃってたので書いていますので。最近さ、お孫さん出てるじゃん、はい、勝手に孫抱いてみる。それが多分一番怒られる何よりも怒られると思うんですよ。もうほら、向こう出てやってるからさ、慎太郎くん出ちゃってるからさ、次じゃあ誰だっつったらさ、やっぱお孫さんしかなくない。 そこのこう作戦ももう練っていかないとですね、10万人達成したらやっぱりすぐ行かなきゃいけないので、そうですね、力チャンネルに行けるように、そうですね、スケジュールも組んでいきたいなと。いや、長州さんにやってほしいな、モノマネ。やっぱりハワイですね、力チャンネルでいうところのハワイに乗り込みたいですね。寒いぜ今あそこでやっぱり水浴びをするっていうのは。いやいやいや、今はやめといて俺1月2月なんて最悪じゃん。だってもう一番やっぱり誰か書いてやって、俺のに風邪ひかないでくださいねってコメントで、アンドレの話してるやつ、してるやつ、してるやつあれガチでやってないやつ。あれ寒くはないんだけど本当にあそこの本物の場所だったら寒いじゃん。まあ達成したのが、例えばもうお正月になっちゃったとしても、ちょっとこう暖かくなるシーズン待っていただいて、そう、ね、春ぐらいだね。そこにやっぱり暖かくなったらハワイ、やっても逃げようよ。いや帰ってくる前に1回だけ回で呼び出されるっていうの別日で呼び出される。なんかこう、あれここ誰かいたのかっていうね、やっぱその時のやっぱちょっと怒られたいもんね。長州さんに、長州さんの言葉でね、なんていう言葉で俺を怒るのかって。なんて言われたんでしたっけ。神奈月さんがまたいだんだから